はい、フリーレイのいに使われて過ごせるひまりで,です。国民主権党党首、平塚正幸氏逮捕。建造物不退去って何ということでやっていきたいと思います。えーっとですね、本日2時半頃ですかね。えー、平塚正幸さん、国民主権党の平塚正幸さんが逮捕されたというニュースが飛び込んできました。ちょっと僕はあの今日病院に行っていて、あのー、反応遅れて、なんか気がついたら大騒ぎになっていて。 調べて動画を見たりとかして、いろいろした上で今作ってるんですけども、まあ、産経新聞や東京新聞が報じたところによると、えー、建造物不退去の疑いということですねあの、えーと。日本医師会館という会館があるんですけれども、これはあの文区東京都の文京区にあるんですけども、そこの敷地内に入って出ていってくれなかったということの疑いなんですね。 まあ動画を見ましたけども、まあ結構長い時間ね、中に入っているように見受けられました。で、この不退居罪って何だということなんですけれども、あの、これ結構ね、活動家の人とかがね、やられやすいんですよね。要は捕まりやすいんですよ。ええー。で、まあ刑法第130条なんですけども、正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の監視する邸宅、建造物もしくは幹線に侵入し、 または要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかったものは、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金に処するというものなんですね。どういうことかっていうと、まずこれ前半の部分は人の家に入ったというところが罪になる。で、後半部分、今回の逮捕予の後半部分なんですけども、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかったということですよね。どういうことかっていうと、 お帰りくださいとか、出て行ってくださいとかって言われたのに、出て行かなかったと。いうことなんです。で、これ、で、中に入ったりとか、出て行かなかったからといって、この、帰ってくださいって言われて、すぐに帰れなかったからといって、捕まるようなものではなく、えー、立ち去る準備の時間や、猶予が与えられるんですね。どういうことだと。何のことだと。いう話なんですけども、例えば、家の中であれば、靴を履いたりとか、荷物をまとめて、じゃあ、帰ってくださいと。 これ、例えばですね、あの、話し合いとかに行って、最初はどうぞって言って入っていったわけですよね。まあ、話し合いだと相手もまあ入ってくださいと言って入った。例えば相手の、まあ、会議室かなんかで最初話し合いをしてたと。ただ、なんか、ドナールとかね、叫ぶとかし始めて、その、もうあの、決、裂したと。いうような状況になった時にですね、お帰りくださいと。もう、あの、あなた方と話し合うことはできませんから、もう帰ってくださいと。お帰りくださいと。言われたと。そういう場合、 いや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 って言って、あの、帰るわけないだろうとふざけんなとかっていうことになるわけじゃないですか。そうなった時に、まあ、お帰りくださいって言われてから、まあ、例えば荷物をまとめて、ね、出ていくとか、資料を出していたのであれば、その資料を片付けて、カバンの中にしまって、じゃあ帰りますと、というような時間。まあ、あの、靴を脱いで入るようなところであれば、靴を履いて出ていく。要は、正当に出ていく時間は猶予されるんですね。 そうですよね。出て行けってすぐ出て行けって、荷物も全部掘り出して、身一つで走って出て行くとか、そういうことはしなくていいということなんですね。要はちゃんと帰る用意をして、出て行ってくださいねっていう、いうような時間があるわけですよね。うん。で、私が見た動画、ちょっと国民主権とは気になるさん、あ、違いますね。色々気になるさんの動画で見させていただいたんですけども、えー、こちらで、えっ、ー、と、映ってるだけでも、10分以上はね、敷地内に入ってるんですよね。まあ、いつのタイミングでお帰りくださいって言われたかちょっとわかんないですけれども、 まあガヤガヤしていて何言ったかちょっとよくわかんないんでね。で、この動画、まああの、伸縮門ピっていうんですけど、あの、ガラガラってなってるもんですね。あれの中に入って、まあ、あの、10分以上いたと。まあ、その中に多分帰ってくださいとかって言われたんですよね。で、あの状況だと、まあ、カメラを持って中に入ってるだけなので、まあ、すぐに出ていこうと思ったら出ていけると。 いうところなので、まあ、準備する時間っていうのもそんなに必要がないけども、まあ、何回か出て行ってくれて多分言われたんだと思うんですよ。お帰りくださいとか出て行ってくれとかね。そういう発言があったんだと思うんですけれども、その回出ていかなかったから、今回の逮捕に至ったという話ですね。ま、ああのー、何ですかね。さっきも言ったような気もしますけれども、活動家の人とか、そういう人っていうのはこれであの逮捕されることって結構あるんですよ。まあ、その、珍しい案件じゃないんですよね。要は出て行ってくださいって言っても出ていかずに、わーわー騒いでいたと。 いうような感じで捕まるっていうことは結構ある話なので、まあ、あの、なんだろう、平塚さんだけがね、これで捕まったみたいな話ではないんですよね。よくある話、今、まあ、よくっていうか、と語弊があるかもしれないけども、結構その、なんだろう、活動家さんとかね、なんか抗議の声とか上げてる時に、まあ、あの勢い余って敷地内に入ったりとかして、そこで、もう出て、ここまで敷地内だから出て行ってくれって言われても、出て行かなかったりとかするとね、あの、捕まるんですね。そういう話なんですよ。 で、まあ、あの、慣れてる人とかだと、慣れてる活動家さんとかだと、出て行ってくれって言われたら、ちょっとね、1分、2分、5ネタ後出るんですよ。敷地ここかと、ここから出ればいいんかって言って出るんですよ。まあ、それをしなかったので、まあ、あの、しゃあないよねっていう。<laughs> まあ、不当、不当逮捕とかね、言ってる人もいますけれども、何の容疑で捕まったのかわからないっていう話をしてる方もいましたけれども、まあ、あの、あの動画を見る限りね、まあ、これですよねっていう。まあ、あの、ね、報道されている内容はね、 建造物不っってなってなますで、まあ、もうそ,その通りだと思いますよ、これ。<laughs> まあ、見たら分かりますよね。僕、多分近くにいたら止めてますよ。一回出ろと。あかんと。捕まってしまうぞと。いうこと多分言ってますよ。うん。それがね、分かる人が多分、もういないんですかね、そういうことが。まあ、ね、ちょっとでもそういうことが分かるような人っていうのが、多分もう現場にいないのか、もしくはその、言っても聞かないのか、ちょっと分かんないですけれども、まあ、あの、そういう感じで、 要は、出なきゃいけないんですあれは。5年続けちゃダメなんですよ。せいぜい、あの、1分とか2分ぐらいで引かなきゃいけないんですよ、活動するなら。バーっと中に入って、わーっと叫んだとしても、相手に出て行ってくれって言われた時点で、まあ、一言二言言ってね、出るぐらいにしとかないと、そのまま居座ったら、まあ、捕まりますよ。あまあふつ、普通ですよ、それが。うん。まあね、10、まあ見た感じで10分ぐらい中に入ってたので、まあ、そういうふうに。 まあ、帰る準備を与えたけれども、この人は出ていかなかったから逮捕しましたと。そういうことなのかなっていう感じですよね。まあ、特にその、なんていうのかな。まあ、来るのは分かっていたはずなので、医師会館の人も来るのは分かっていたはずなので、多分警察でも相談してたんでしょうね。多分ね。隣警察ですし、あそこ。日本医師会館の隣って警察署なんですよ。その警察署の人とも多分相談してたんだろうと思うんですよね。 あの、中に入られたりとかした場合は、その、すぐに、そういう、こういう風にすればいいですよ、みたいな、アドバイスのも警察からあったんだと思うんですよね。おそらくね。これは別に、あの、中の人にアドバイスしたのかどうなのかとか聞いてないんで、わかんないですけども、おそらくそういうアドバイスもあったのかなっていう感じですよね。うん。ね。<laughs> と思います。で、まあ、あの、よくね、住居侵入っていう言葉も聞くと思うんですけど、住居侵入と、不退居ってどう違うのっていう、 ところがね、あのー、区別がつかないっていう人も多分いると思うので、ちょっとそこをね、えー、説明しておきたいと思います。最後にね。最後にというか、まあ、ここで説明しておきたいと思います。で、えっ、ー、と、これ、前段。この部分っていうのが住居侵入なんですよ。ここですね。ここまでが住居侵入。で、この後の、またはの後のここが不退居なんですね。で、これどう違うんだよ、ということなんですけ住居侵入っていうのは、入ってはいけない場所、例えば人の家の中とかに許可も得ずに中に入っていったと。 例えば窓ガラス割って中に入るとかね。まあ、鍵が開いてたから勝手に入りましたみたいな。で、まあ、あの、物を取ったりとかするわけですよね。まあ、物を取ったら別の容疑になるんですけども、物を取ってなくても入った時点で住居侵入になるということなんですね。で、対して、入ってもいい場所もしくは、過失で入っちゃったと。いうような場合。が、えー、建造物、不耐久になると。 たさっきもちょっと例に挙げましたけども、話し合いで行ったんだけれども、もう帰ってくれって言われたけど帰らなかった。であるとか、間違って入るっていうのは、例えば入っていい場所をずっと歩いてたんだけれども、間違ってその、スタッフオンリーのところとかをね、まあ、トイレで間違って中に入っちゃったと。トイレはどこだとそのまま探してたと。ただ、な何入ってるんだってなって、すみません、トイレ探してたんですけど、とりあえずここダメなんで出てってくださいと。言われて、いや、トイレとかって,言って。 中に入っていこうとしてトイレは外にあるから、とりあえず出て行ってほしいと、外に出してね、トイレに行ってくれという話なんですけども、それに、ね、あの応じなかった。まあ,あの、普通の人はトイレは外にあるから来てくれって言ったら、普通行くと思うんですよ、トイレとかであればね。それで行かなかったと。まあ、何か別の,、ね、あの目的があって入ったんだと思うんですよそういう場合はね。まあ、そういう時に、その、出て行かないと。要は入ってはいけない場所から出て行ってくれないと。 過失であればね、出て行ってくれって言われて、すぐに、あ、すいません、間違えましたって出て行けば問題ないんですけれども、まあ、出て行かなければ、この不退居という形になってしまうということですね。まあ、あの、活動家さんなんかは、あのー、ね、入り口から入っていって、そのなんか騒いでいて、ここから出て行ってくれと、ここがダメだと、ここ入っちゃダメだと、ここは敷地内にないんで、出て行ってくださいなんて言われて出て行かなくてっていうケース。まあ、今回もそのケースに当たるんだと思うんですけれども、そういうケースが多いですよね、活動家の人が逮捕されるときっていうのはね、その、この、この容疑でね。 建造物不退居とかで捕まるときってはそういうことが多いまああの僕らライターとかでもねこういうことになることってまあちょっと例あげれないですけどもあるんですよねまあ僕やったことないですけどその何かを探るために中に入っていってみたいなね出ていってくれとここは敷地内なんで取材でも入らんでくれって言われても入って中から出なかったらこれになるんですよ不退居になっちゃうんですよ こういうことに、ね、なるんですよね。そういうことをやってると。うん。なので、その、なんだろうな。抗議する活動をする人とかね。まあ僕みたいな取材者とか。っていうのは、この辺っていうのはしっかりと、分かってないとまずいんですよ。それを、まあ、平塚さん知らなかったのか、知っていても大丈夫だと思ってやったのか、その線引きができなかったのかってのはちょっとわかんないですけれども、まあこれね、周りも止めなきゃダメですよねっていう。まあ、動画見た感じ。まあ、まあ、これ、まあ、これはまあ、もうしゃあないよね。 捕まるよねっていうような状況だと僕は思いました。はい。ねまあ、多分ね、その多くの人が言っている通り4発で出てこれるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと多分あの、警察の方もね、他のことで聞きたいこととかもあるような気がするので、なんだかんだと理由をつけて伸ばされるような気もするんですけれどもね。まあ、ね。今日が23日なので、 交流延長、10日延長くらったらもう年越しがね、留置所の中、という形になっちゃう可能性も今ありますね、あるね。えっ、ー、と、ここだから、うん、23、1、2、3、4、5、6、7、8、あと8日間で今年終わっちゃうので、8日、まあ今日含めて9日間が9、9日間で終わっちゃうので、まあ、延長が来たら、 年越しが檻の中という、檻の中というか、誰か留置所の中というね、警察の中で年を越すことになってしまうということになりかねない状況ですね。うーん。ねえ、まあ、まあ,あれは、れ他の人、外にいて、一人だけ中に入っていってるので、まあ、平塚さんはね、もしかしたら他の人が捕まらないように、お前ら入ってくるなよとかあったのかもしれないですけども、ちょっとその辺わかんないですけどね、状況がね。うーん。まあ、 うん、まあ,あまあしゃあないよねっていう普通にああなりますよっていう話なんですよまあここまでもねちょっとその周りがね迷惑だと思うような行動っていうのがまあ目に余っていたっていうのもあって警察の人もね多分マークしてたというかねそのなんかやったら捕まえようと何か捕まえる理由があったら捕まえようっていう思いもあったと思うんですよねうんまあねあの団体としてですね団体としてその 議員の家の前であるとか、都議会議員の家の前であるとか、小学校の前とかでね、挨拶運動というのをやっていて、まあ、あの周りからはやめてくれみたいなことを言われたりもしたわけじゃないですか。で、まあね、ね他にもその渋谷の駅前でね、あの鳴り物を鳴らして、ね、毎週のようにやっていた。まあ、最近はね、目黒と渋谷と行ったり来たりみたいになってましたけれども。 そういうので、まあ,あの、警察としては、まあ、あの、なんとかしたかったっていうところもあって、とりあえずこれで捕まえて、他に余罪があれば、もっと絞り出していきたいと。いろいろ聞いていきたいっていうのが、まあ、警察の思惑なのかなっていうふうに思います。はい。ということでですね、まあ今回はですね、その、国民主権党、平塚正幸さんが逮捕されたということと、えー、その理由。 建造物不退居っていうのはどういうことなんですかねなんで逮捕されたんですかねっていう。どういう容疑で逮捕されたのかということを、えー、書かせていただきました。まあまあね、一応3年以下、または、3年以下の懲役、または10万円以下なんですけども、まあ、まあこれで3年とかね、2年何本とかってならないと思うので、まあ、せいぜいもうね、1年も入れば十分。まあ、普通であれば、まあ、これ実刑じゃなくて、えっ、ー、と、不起訴になるか、 執行猶予がつくかぐらいな話だと思うんですよ。まあ、平塚さん、おそらく、今まだ白だと思うので、白というかその、ね、前科ないはずですので、うん、多分ね、僕の知る限り前科はないはずなので、多分、行ったとしても、執行猶予までかなっていう、感じですけどね。まあ、どうなるかはちょっとまあ、警察の判断次第、その後の裁判所の判断次第、警察、検察、裁判所と、 三つがどういうふうに判断していくかっていう感じなのでね。うん。まあ、逮捕までしてるので、まあ、警察はもう判断してるのか。あと、検察と裁判所かな。まあ、送検されて、裁判所が、裁判所が、検察が起訴するか、不起訴にするか。っていうところなのかなっていう感じですね。はい。ということでですね、えー、平塚さんの逮捕という情報が入ってきました。で、そちらについて話させていただきました。 はい。まあちょっとまあね。まあ、こっから僕の完全にあれですけれども。まあ一時はね、一緒にやっていたというか。応援してた人がね、こういう風になると、まあ悲しいよねっていう風に思います。まちょっとね、そういう、なんだろう、過激な活動というかね、逮捕されるような活動っていうの,のやり方っていうのは、本来はまずいんですよ。もっとしっかりと調べて、あの、人に迷惑をかけないようにとか、法律を違反しないようにとかっていうのはね、しっかりやっていただきたい。 こういうことを続けていると今後もねあの平塚さんだけじゃなくて他の人がこういうふうに捕まってしまうっていうこともあるんですよちゃんと気をつけないとね。そういう話なのでまあねえー、ちゃんとねやって調べてねちゃんと法律を守ってちゃんと周りに迷惑をかけないように。 え、活動してほしいと思っています。以上になります。えー、よろしければね、チャンネル登録していってください。そしてね、えー、いいねをつけていただけると励みになりますのでよろしくお願いします。以上です。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まルで,でした。